はようございます。おはようございます。今日は超超スペシャルゲストに来ていただきました。なんと女子プロゴルファーの村田理沙さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、村田理沙さんのプロフィールを簡単に紹介します。9歳からゴルフを始めてますよね。はい、はい、で2016年プロテスト合格。はい、はい、で得意クラブはアプローチ。アプローチですね。ってことは何度とかなんですか？58度でやるの。58度、はい、58度のアプローチ今日もねたくさん盗んできてと思います。でクラブがダンロップ契約。はい、ボールもダンロップ契約。これなんかクラブって決まってるんですか？なんかどの何を使ってるの？ダンロップのゼクシオ。ウッド系はゼクシオで、アイアンはスリクソンで、ウェッジはクリーブランド。おお、はい、すごいね。いろいろ入ってます。後で見せてもらいましょう。はい、でウェアがジャックバニーですね。はい、ジャックバニーです。なんかあの動画見たんですけど、はい、ショートパンツが好きみたいな。はい、あ、そうですね、ショートパンツ、ね、今日もショートパンツ、今日もね、あと思って朝見た。今日緑ソックス初挑戦ね。すごい緑いいですね、春らしくて。はい、そんなこんなでいろいろねお話聞きながらラウンドしたいと思います。お願いします。お願いします。ゲストからいきましょう。はい、ナイスショットです。お願いします。お願いします。よいしょ。あー、戻ってこい。あ、お見えない、ね、当たりましたね。当たったね。プロテストを受けたのがちょうど2年前。そうです、はい、で私そんなにプロテストのこと分かんないんですけど、はい、順調に進まれたんですか？私はプロテスト3回目で受かったんですよ。1回2回落ちて、うん、3度目で。へえ。じゃあどちらかというとスースースパーみたいな感じでプロになったというよりは順調ではなかった。あれみたいな、はい、あれなんか受かるっていう自信はあったんだけどなみたいな。そうです、そうです。でも、まあ、感覚的には二浪って感じですね。で言う緊張しました。めっちゃ緊張します。初めてのプロテストどんな感じだったんですか？初めてのテストは、うんうん、あんま緊張しなかったです。なんかまあ受かるだろうみたいな感じで軽い気持ちだったんですよ、うんうん、軽い気持ちでもう重いものもなく。そうそうそう、はい。そしたら落ちちゃったみたいな。落ちちゃって、あ、やばみたいな。下手かもでもみたいな。うん、ナイスアート。ナスだけでいっぱいいるぐらいだよ。うまい。大丈夫かな？これいったんだよ。あ、だったっぽい。ぽい、ぽい。雰囲気。これどこら辺に落とすとか決めてるんですか？どうかなって感じです。なるべくキャリーはグリーンに落としたい。おお、58でやるから。58です。うまい。言った通り。ナイスです。やっぱ違いますね。やっぱよかった。全然違いますね。あ、早い。やだ。当たる。はぁ、全然、全然分かってない。早いわ。ダボ。ナイスパー。ありがとうございます。さすが、寄せは。これ、すごいドッグレッグです、パー5で。え、左ドッグですか？左ドッグです。で、左、やりすぎると OB です。なるほど、わかりました。あの見えない先が多いです。なんかこう、うん、斜めに出てる。斜めの方はないです。あ、上まで行かない限り。はい、
なんかすごい ECC もスポンサー？あ、そうなんです。このなんか試合はい行ってました。行ってましたよね。はい。いました。なんか意外といろんなつながりが、レオパレスもこの間行ったしね。完璧、ナイスショー。やっぱね、これがね、プロっていうもんですね。どれぐらい飛ぶんですか、平均。平均でも240ぐらいです。飛んで50ぐらい。50ぐらい。はい。もっとすごい飛んでそうな感じ。30から50ぐらいの間にはいると思います。250。1年目が、まあ、なん最終ファイナルまで行って、何3が足りなかった。3が足りなかった。はい。で、2年目はじゃあどうだったんですか？2年目はもう絶対通ると思っていたんですよ。今度こそ、はい、感じだったんですけど、やっぱりダメで。それはまたファイナルで。ファイナルで、で最終日に打ってしまって、もう4打ぐらい、そう、足りなかったんです。1日目、2日目までまあまあよく、そう、3日目ぐらいまではそこそこいいとこにいて、カットライン前後にいて、今日頑張ればって感じで、はあ、で、こう最終日の前半1アンダーでターンして、その時は結局20位の枠に入ってたんですけど、後半41打って、おお、そうなんですよ、落ちて、で、悲願の去年そうです。2年前か、はい、はもうどういう感じで受かったんですか？去年、あ、そう、受かった年は、受かった年も絶対受かると思って、はい、でも毎年受かると思ってやってるんですけど、メンタルが強いですね。メンタルが強い。そうなんです。でも本当に受かってくれたみたいな。おー、はい、それはもう結構いいポジションで受かったんですか？いや、ギリギリでした。カットの真上でした。一番最後でした。そんな前のにね。いやいや、でもただ叶いましたね。そうですね、はい。その3年目のテストが祖父の生まれ故郷だったんですよ、山口県で。そうなんです。最終日がってことですか？その会場が、最終の会場が山口県だったんで、まあ、それも多分味方してくれたんだろうなみたいな、はい、いいですね。ラッキーです。祖父の思いも、はいはい、一緒に住んでるんで。なるほどね。そうなんです。じゃあ打ちますね。これなんかね、ウッド持ってる場合じゃないんですよ、本当に。あ、そうなんですか。結構クリエイクが右に、あ、右にいる、はい、でも左もちょっと怖い、はい、ね、あの辺だからゴルフ始めたんですか？祖父母がゴルフが好きで、お父さんお母さん、あ、そうなん、全然やんないです。祖父母さんが好きで、はい、最初はスノープロ目指そうって思ってなかったと思います。ってなかったですか？はい。でも いつぐらいからそんな、なんか、でも小学校の卒業文集にはもうプロになるって書いてたんですよ。いつから思い始めたのか分かんないんですけど。え、じゃあそこから中学生ぐらいからこうブレることなくですか？そうですね、中学もゴルフの、中高ゴルフ部のあるとこ行ったんで、まあプロにはなるって思ってたんですけど、うん、でも高校ではちょっと遊んでました、ね、ちょっとね、ちょっと遊んでました。部活ばっかりやるって。そうそう、右、右、これ結構嫌ですね。これ嫌なんですけど、これどういう感じでいくんですか？ふわっと。いや、もうなんかライも良くないんで、とりあえずピン手前にキャリーすればいいかなみたいな。これもキャリーでもグリーンですか？はい。やっぱピンがすごい手前に見える。うん。
うまい。短いかな、でも行くんじゃないですか。結構ナイスオンです。ありがとうございます。え、ピン横ですよ。あ、本当ですか。はい、あ、本当だ、バッチリ。意外と。あ、いや、いい感じ。やだ、止まって。あ、ナイスタッチ、ありがとうございます。えい、ナイスパーです。はい、ありがとうございます。やったー、やるねー、バーディー、イエーイ、ナイスバーディーです。ありがとうございます。でも問題全くない。はい、もうこれはでもやっぱり左に外しちゃいダメって感じですね。そうですね。左はちょっと、右はまだ可能性がありますもんね。はい、できるんで。オッケーミスって思ったよ。結構オッケーミス。オッケーミス。右はいいよ。こういうの、こういう時に、うん、絶対ショートするんですよ。うんうん、しかも乗らないってこと。乗るんですけど、もうワンピンというか、なんかもう絶対ショート、はいはい、ピンを越えることがほぼない。ピンを越えるときはトップだけ。あ、本当に。そう、だからそれってなんでだろうって思ってて、多分緩んじゃってるんじゃないですか、インパクトで。あ、上げて、やばい、これじゃ大きいかも、キュンみたいな、多分ですけど。テイクバックが大きいのかもしれない、こっちが。あ、はい、こっち大きくてこっち小っちゃい。そうそうそう、大きく上げるから打つ前になんか感覚、本能的にこれじゃ大きいって思ってインパクトで緩んじゃうとショートしちゃうし。小さい方がいいんですか。テイクバックもなるべく緩まない方がいいんで、うん、小さいのでこう。なるほど、はい、でも確かに小さい方が緩まないですね、うん、こうなる方がそうはぁってなるもん。そうそうなんですよ。わかんないけど、もしかしたらそうなってるかもしれない。ちょっとそれを意識してみる。わかんない。今、緩まなかった。あ、うん、超えてった。珍しい。今でよかった。超えていきました。ナイス。いつもめっちゃショート、もうショートどころかなかった。コンみたいなね。でかい。今ちょっとミスですか。今ミス言いました。ちょっとどういう感じのミスだったんですか。いや、なんかちょっとボールが沈んでて、どうやって入れようかなと思ったんですけど、強く入っちゃった。ちょっと強く入っちゃった感じ。はい。